どうもナオチンです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はヤスケ使っていきます。今作このヤスケそして三月が装備してる拳武器あんまり強くないんですよ。まあ今日はちょっと強さっていうのを発揮できるかわかりませんけども使っていってみましょう。それではヤスケの技を見ていきましょう。固有チャージがチャージ2そしてチャージ5となってます。チャージ2この拳武器ではチャージ攻撃の後に気を貯めます。この気を貯めた状態で攻撃をすると技が変化します。ですのでチャージ2もしくは空中チャージ1を起点にしましょう。チャージ5ヤスケのチャージ5これはね気を貯めた後に攻撃をすると結構ダメージを与えることができます。最後の攻撃の後に爆発するからだね。それではヤスケいってみましょう。拳武器はね難しいんですよね。難しいと思いません？もう拳武器とあとハンマーとか結構難しい部類ですよね。で最近ちょっと使ってみたんだけども、これね固有チャージ技があるじゃないですか。固有チャージ技はそんなに意識しなくて大丈夫。あ、ミスったけどもいいや。固有チャージ技じゃなくってね気を貯めた後の攻撃がとにかくどれでも強いので、とにかくまずは気を貯めることで、そしてその後にとにかく技を決めていく、そういうやり方だね。攻撃速度があるともうほんとどんどん技決めれるので、もう先制攻撃しまくりで、やっていきましょう。戦技もねあんまり強くはないんだよね。戦技がむちゃくちゃ強い武将とかいるじゃないですか。やっぱそういうのに比べるとちょっと物足りないのかな。でもこのねヤスケと三月はやっぱり攻撃をね気を貯めてやっていくっていうのが楽しみの、やつなので、とにかくチャージ1もしくは、空中チャージ1それで貯めていって攻撃するっていうのが一番手っ取り早いかな。全然チャージ5とかをね普通に、入れていっても大丈夫なんだけども、それよりもチャージ1とか空中チャージ1で貯めていった方が手っ取り早いしダメージも取れるのかなっていうふうに思います。遠いな。拳武器っていうからさ、なんか手数めちゃくちゃ多くてヒット数すごい取れるよって思ってたらそうでもないんだよね。ヒット数そうでもないんだわな。よし、徳川が行くぞ。負けるわけにはいかない。範囲もねちょっときついんだよね。範囲きつい。でも固有チャージのチャージ5、おいですね、荷が重すぎたよ。チャージ5の後の、爆発あれがね結構ダメージが取れるんで、武将にはあれを基本的には狙っていくようにやってます。ちょっと待って、無双で100体いけるかこれ厳しいかもしれない。極力やってみよう。怒りました。やっぱ範囲がちょっといまいち。あと25体大丈夫かな。おっといったね。倒します。もうちょっと先まで行って。怒りました。どうだ。はい大丈夫だった。テナがそこにいるね。あれ、そうか、今の戦技を貯めてる間だったから飛ばなかったからね。飛ばして
これ、はい、爆発、最後のあれがすごいダメージあるんで、武将には積極的にあれは狙っていきましょう。ダメージは全然違うからね。うん、で固有チャージじゃないけど、チャージ4、これチャージ4も使える。これは気を溜めた状態でも気を溜めない状態でも、変化がないんだよね確か。その見た感じ変化がないんで、チャージ4は無難な技です。ここまでか。やばいな。でもコンボ数は結構取れてるね。いつの間にかこんなにコンボ数いってる。今川くん、今川くんの息子、しませんね。はい、耐えきれん、聞かせてもらう。コンボ数取れるけどそんなにスコアが伸びないね。おっと、倒します。いいよ、オッケー。なんか乗ってきた、乗ってきたよ、乗ってきた。深くを取ったか。じゃあもう少し頑張ってスランクでやっていこう。で拠点、いや大丈夫、こんだけ、メーター残っていればいけるでしょう。ちょうど出てきてくれたね。コンボ数はゲットされたけども大丈夫、いくよ。でさらに戦隊撃破、まだいるっすよ。どこだどこだ、いた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 、天下無双の侍です。よし、へへ、オイラじゃ相手に不足か。負ける、まだか、おし、しませんね。まだいるでしょ、聞かせていただこう。どこだ、こちらが優勢と思います。命あってのものだねだっての。あれ、バグしない。災いはうがつのみ。ついでにこっちも倒していきます。撃ち取りました。もはやここまで。あ、戦技全然使ってなかったね。この俺と力比べをしようってのが、自動攻撃で攻めていけるんでいきましょう。忘れねえぞ。はい、まあまあ S ランクは取れたけども、ついでだ、こっちも撃破していきましょう。毛利の矢を打ち損しようか。こっちまで遠距離から卑怯やぞ。よし、ちょっと投げよう、投げます。はい、この戦技かっこいいよね。うん、まあまあつかめなかったら不発なんだけど、あれ結構好き、三月でもあれは結構好きだな。あー、おー、待て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 、出ますよ。はい、怒りました。うわ、負ける気しませんね。はい、ということで今日はヤスケ使っていきました。拳武器個人的には結構ねかっこいいんで好きなんだよね。うん、まあ、チャージ攻撃、していくとだいぶダメージ取れるのでやってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。